S&WM610 はアメリカの S&W 社が開発した大型リボルバーである。自己防衛用や狩猟用として1990年に同社より発売されたが、当時の 10mm 口径の拳銃弾の人気低下によって1992年に一度生産を終了した。そしてその6年後の1998年にハンマー側に設けられていた。 ファイアリングピンをフレーム側に移し、インターナルセーフティを内蔵する等、いくつかの仕様変更がなされたモデルが再発売されることとなった。フレーム規格は、ラージサイズの N フレームを採用しており、全体の素材は、ステンレス構成で 10mm 口径の 10mm オート弾、および 40S&W 弾を使用する。この2種類の弾薬は、 元はオートマチックピストル用のリムレス弾薬であり、リボルバー用のリムド弾薬と異なり、シリンダー交換に引っかからないため、付属のムーンクリップと併用する必要がある。サイトは、フロントサイトが交換可能なブラックブレードランプサイト、リアサイトがホワイトアウトラインの入った微調整可能なアジャスタブルサイトを備え、グリップはブラックセンサテックグリップとなっている。 重心長は4インチ、もしくは6.5インチである。ありがとうございます。